7月18日土曜日、気分爽快ベジータサイヤの今日も PON。 ベジータサイヤだ。今回は SH フギアーツギニューの動画だ。初めてのナメック星人のキャラクターだ。また長い動画になってしまうが、できれば最後まで見ろ。パッケージの様子だ。今回はフギア本体が大きいから、縦側に高さがある縦長となった。で、表面には変化がある。いつも貼られている東映アニメーションの版権シールがないことだ。このじいさんの製品には貼られていたが、カカロットの海王権からなぜか貼られていない。そして今回もだ。コストがかかるからついに版権シールを省略したのか。他の製品はどうなんだ。内容物はこの通りだ。フギアをそのまま箱から出した様子。高さは約185mm。交換用頭部パーツは3つ。交換用手首パーツ左右各4つずつ。交換用胸ダメージパーツ、これが1。ドラゴンボールナメック星バージョン、トリセツに。そしてチラシが各1枚。今回の製品にはこのようなチラシが入っていたぜ。ギニューの次はジースだ。このジースもなかなか内容物は良い。この孫悟空、悟空姿のギニューの頭部やスカウターケース、そしてエフェクトパーツなど豊富なアイテムが入っている。この製品はプレ版限定だが、俺は予約当日にもう申し込んだ。旧のドラゴンボールとナメック星のドラゴンボールを比較してみると、共に数次元中だ。地球のドラゴンボールはイクラの一粒のようにかなり小さい、直径9ミリだ。ナメック星のドラゴンボールはまだわからない。今から調べてみる。26ミリ。ということは日本の500円硬貨とほぼ同じ直径ということだ。大きさは分かった。今度は見てみよう。地球のドラゴンボールと同様に表面に星が印刷されている。さすがに中に星を入れるっていう技術はできなかったが、今回は地球のドラゴンボールと違ってウェルドライン、要はつなぎ目部分がない綺麗な仕上がりとなっている。頭部の構造だが、こ
今回はこのようになっている。いつもの丸型の首ジョイントではなく、このように楕円形のような、こういうプリンの形のような、まあジレンと似たようなジョイント方式となっている。まあこれは例の海賊品と互換性を合わせたくないんだろう。一応念のため手首ジョイント径は約 4.0mm。 スカウターについてだ。 A の頭部は標準状態でついている。それでスカウターもついている。スカウターは外すことができる。で、対応できる頭部パーツはこちらの B と C、 この2種。このようにはめて交換が可能。左耳にはスカウター専用の突起なので、スカウターをつけなければみっともなく使えない。まあでも角度をこのように変えれば、まあ隠れるが、プロテクターに変化があった。例として俺様のモデルを出してみた。プロテクターは本体の突起にこの2つの穴にはめるという形になっていたが、今回のギニューは簡単にちょっと外れてしまう差し込み式となった。肩だけではなく腰のプロテクターも差し込み式。ここは簡単には外れないが、こちらはすぐに外れてしまう。この点については俺様は解約だと思っている。今回は交換用胸部ダメージパーツが付属している。戦闘服が、まあ、破損したというパーツだ。交換方法は簡単に、本当に外れやすいね、今回のプロテクターは。まあ、こっちの元のパーツを外して穴に差し込めば OK というものだ。なんでこんな構造にしたんだ。本当に外れやすい。これは解約だぞ。ナメック星のドラゴンボールを乗せるぞ。使用手首は E または F だ。まあこんな綺麗なドラゴンボールだから落として傷はつけたくはない。慎重に作業をしてバランスをとって手の上に乗せてみる。なかなかいいじゃないか。これ可動域を言ってみる。頭部はいつものように360度回転。プロテクターはかなり、プロテクターはかなり、まあ、従来のと比べて範囲が広くなったけど、その分ちょっと取れやすいというのはちょっと残念。そして
差し込んで、そしてあこれですね、腕で、うん、まあこれ、まあこれも3で、ちょっとプロテクターちょっと外す、プロテクターちょっと外す、プロテクター、うん、これは360ね、360度腕、これは、うん、まあ90度だろうか、まあ90度ぐらいです。いやそんなことはない、うん、まあ135度ぐらいでしょ、135度ぐらいでしょうか、まあ振ってくんですよ、まあこれです。これは、ネブ、まあ、これは胸部分は、まあ少し、まあ、まあ15度ぐらいでしょう。で、これ、まあ一応これ、まあ下の上半身と下半身も360度動く。まあこれ、ここのプロテクターも差し込み式。で、足で、足、うん、まあこういうふうに伸ばして、足を伸ばす、足を広げる、ちょっとこれは邪魔になる、足を広げる、おお、すごい、まあここまで限界かな、100、まあ165度ぐらいでしょう、165度、ね、まあ足も360度、まあね、回転で、ここはこれはまあここは135度ぐらいでしょうか、135度約で、まあ、ここもまあこれも全部動きます。ギニューポーズをやってみるぞ。手首は父またはデータ。尻を正面に向ける下品なポーズだ。すごくこれ、うわ曲がるのこれ。かなり曲がる。うん。おなかなか。かなり曲がる、これはすごいね、こんなに曲がる、なんとかこの下品なギニューポーズを作ることができた。このポーズを作るのは俺様が不器用なのか20分ぐらいかかってしまった。というかこのプロテクターがすぐに外れやすい、ここまで曲げるっていうのはすごい、こんなに曲げられる、これ離して、一応これで自立できる、なかなか自立ができないんだぜこれ、まあ、ちょっと斜めになっているけど、このポーズ結構慣れてない人は大変かもしれない。ああまた倒れてしまった。これ一応まあこういうふうに押さえて、それにしても本当に下品なポーズだ。今日ポン、今回のギニューはプロテクターがすぐに外れてしまう部分を除けば、まあまあの出来だ。今後はジース、リクーム、バーター&グルッドのように展開するんだな。雨が止んだか、外で修行するか。